上げていく9番の新さんが誘導員と距離を置いてさあまずは上がってきました九州勢に対して突っ張る素振りを見せ車を引きます九州勢の後ろおっと6番の和田圭に転倒落車です5番の松浦雄二が3番手さあここで 7番の古生優作、宙々上がっていくんですが3番の神奈川先頭、9番の新山京平、ここを叩きます、2番の森澤が追走、北日本勢2人となりまして8番の和田幕おっと3番、4番、九州2社に転倒落車 レースはいよいよ最終周回9番の新山が逃げてその後ろ、車間を切って2番の森沢なんですが8番のマダマクル1番の郡司34番手この両者2コーナーからバックにかけてまくっていく5番の松浦は現在5番手その後ろ7番の古匠優作なんですが2センターから4コーナーさあ2番の森沢は最後まで交代で9番の新山が先頭そのまま押し切りなのか1番の軍司後平迫って最後並んでのゴールだ3着道か5番松浦あたりか。 転倒落車のアクシデントは、三名、六番の和田圭、そして三番・神奈川対等、四番・山田秀明です。最後、ゴール戦、ご覧いただいております。九番の新山に一番の軍司が際どく、鋭く迫りました。九番の新山強兵がどうやら大勢、優勢一番の軍司合計二着。五番の松浦雄二が三着入線なんですが。 アクシデントがありましたこの最終第12レースの初日特選6番の和田圭そして3番の金タイト。さらに4番車山田秀明3名いずれも競争危険となる模様決定まで投票権は大切にお持ちください最終第12レース初日特選でした。 ここでやや打力をつけるようにして中四国勢後方から動けば熊本勢は中段から打って出ますさあ2番の新山が6番の尾形を出すまいとするかいやここは一旦熊本勢を出しますか。 8番の瓜生も前2人についていきまして2番の新山は4番手で鐘を聞きます4番の藤田が北日本勢の後ろ7番手そして中四国勢は後方8区番手6番尾形正樹が後ろ2人を連れて明一の先行作4コーナーを回ってレースはいよいよ最終周回2番の新山は中段まくりに構えて1番の松浦はホームからまず内をいったさあ2角2番の新山4番手まくり3番手番手と上がっていく3番の伊藤朝日が番手から出ようとするがスピード勝るは2番手 新山7番の姿そして5番の長澤北日本勢できりました1番の松浦が4番手を追い上げで4コーナーを回って直線コース北のワンツースリー体戦2番の新山が押し切った2番7番5番第10レース準決勝戦の1組目新山恭平のまくり一撃中断まずは熊本勢をひとまず出してそこから 盤石の仕掛けを見せましたゴール前では7番姿が詰め寄るも2番の新三強兵見事振り切り押し切った5番の長沢まで連れ込んで2・7・5は北日本トリオの1・2・3です正式な着信は決定放送を待ちください第10レースでした 進めていけばそこに難関勢が切り替えますさあ、9番の堺井が先頭1番の古障をまずは4周回目地コーナーを抑えました、近畿勢が車を引くもここは3番の和田がすっとさらに上がって、切って切っての流れを作ってそこに城鶴は九州ライン、さあ、2番の伊藤颯馬後ろ2人を連れて、打掌で先手を打ちました。 6番の松岡そして4番の塚本を連れまして2番の伊藤がかける3番の和田負ける4番手をキープして後方からはジャン4スパートの1番の古翔です。さあコが1コーナーナで5番手 さあ8番の新スヒトのブロックまともに受けましたが2コーナーからバック1番の古をさらに踏み上げていきます番手からバック戦6番の増岡出ました4番の塚本を連れていく1番の古生は3番手うちには3番の渡妻って4コーナーから直線コースさあ4番の塚本外へと軽く振りながらもそうどうか7番車も外から伸びてくるかどうか第11レース準決勝戦2組目最後の最後古生追走7番山田久典が 外伸ばしたかリプレー映像は四角回るクライマックス逃げたのは2番の伊藤でありました1番の故障は後方に置かれる展開ながらもジャン4からのロングスパートバックからは6番の松岡が塚本連れて踏みました そして熊本ワンツーフィニッシュかという最後の最後をギュンと伸ばしたか7番の山田貴教が1着で2着6番の松岡3着4番塚本7番6番4番のゴール体制の模様正式な着順は決定放送お待ちください第11レースでした。 目的に位置を上げるのは4コーナーを回ってから正攻法8番の東野敬吾はその川端の上昇を察知して赤番ホームで突っ張りますさあそのままピッチを上げるのか後ろを警戒しつつしつつひとまず流します9番の軍事4番手更橋です5番の川端は車を戻して7番手で金を聞いています3コーナーから2センターはさあ8番の東野敬吾の目位置がけ9番の軍事さあ 4コーナーからすかさず巻き返していきますが7番の神奈川はもうホーム手前から発進です9番の郡司がその7番神奈川の後ろを取りました。1番の中本 っ手遅れましたが9番郡司の後ろをここはキープ2番の田中が従いまして4番手そしてやってきた5番川端智之一社のまくり3コーナーで34番手外あたりですかここまででしょうか直線コース番手から9番の郡司を追い込む9番の郡司がどうやら1着2着どうか7番の金田と1番中本熊本の両者の2着争いです第12レース準決勝戦の3組目 8番の東野慶吾が切符よくかけましたただ9番の軍事がすかさず来たこれを受けまして7番の神奈川はホームから早々に発進いたしました結果的には軍事が神奈川の後ろをキープそこから差しての一着ですそして1番中本行って遅れたものの軍事の後ろはキープして 7番、奈永と1番、中本両者で2着争いが際どくなっています審判からの決定放送まで投票権大切にお持ちください最終第12レース準決勝最終組でした。 車間をを少しし取りままたが今は位置を上げていません4コーナーを回りきりましたいよいよ勝負どころ残り2周赤番のフォームから1コーナーさあ3番の新山上がってきた6番の松岡達弘先行体制に早くも入ったかピッチをググッと上げていきました2番の軍司が5番手をキープそして5番の山田はその後ろ6番手に切り替えて北日本勢は7番手以降に置かれた2センターから4コーナー打損過ぎ4コーナー1番の金川が早くも番手で車間を切りました 一列棒状レースはいよいよ最終周回6番の松岡が前受けから突っ張り先行そのままかけていく3番の新山は後方7番手の展開さあ1番のナガが2角から発進です2段掛けの熊本星8番中本そして4番塚本続いて2番の軍事いけるか4番手手が出せるか3コーナーから2センター3番の新山は遠く前とはあまり遠い直線コース8番中本翔英渾身の追い込み1番金田との争いさらに外には2番軍事8番中本翔英か 第12レース決勝戦リプレー像をご覧いただきます6番の松岡達弘同県四社のカルテット先頭で思い切って風を切りましたそして1番の金川が2角発進2段掛け8番中本翔英が最後捉えて迫る2番の軍事をも振り切った8番の中本翔英 G3 初優勝が この熊本地元記念の開催でありましょうか1番の神奈川2着そして3着2番の軍事光景熊本の選手としては大きな区切りそして新たな門出を前にした今回の解説73周年記念見事制覇となりましたが中本翔平。新 <noise>